いの息抜きで生かす靴を履いた時に電話が俺を呼び止めた。受話器の向こう側でボス、声を震わせながらボス、やばいことになっちまった、トニーのやつがしくじった。スタッカーリーが言うのさ、今夜港で決着を、立ち入り禁止の鳩マロン、第三倉庫に8時半、誰か彼女に伝えてくれよ、ホームの端で待ってるはずさ、ちょっと遅れるかもしれないけれど、必ず行くからそこで待ってろよ。額縁の裏の金庫に隠したコルトを取り出す、俺の手が震えてるのは何も怖いわけじゃないさ、これとは俺のパスポート、黒くて硬いパスポート、スナッカーリーの頭にこいつをぶち込んでやるさ。タクシーで港に着くとボスたちは青ざめていた、怪しい気配に気づくと俺たちは囲まれていた、暗闇からマシンガンがあざけるように火を吹いた、ボルサリーノははじけ飛び、コンクリートにキスをした、誰か彼女に伝えてくれよ、ホームの端で待ってるはずさ、ちょっと遅れるかもしれないけれど、必ず行くからそこで待ってろよ。激しい痛みが体を電光石火に貫き、はみ出し物の赤い血がカラッとの世界を染める、薄れていく意識の中、俺はカルメンと踊った、アンダルシアの青い空、グラナダの歌が聞こえた、誰か彼女に伝えてくれよ、ホームの端で待ってるはずさ、ちょっと遅れるかもしれないけれど、必ず行くからそこで待ってろよ、必ず行くからそこで待ってろよ。